マイクル・コナリーはフィラデルフィア出身のアメリカの探偵、犯罪小説家、テレビ脚本家である。日本ではハードボイルド派小説家に分類されることが多い。クリントン元米大統領などの支持もあり、米国以外の国でも人気を得ているが、人気によって版権量も高くなり、日本では彼の作品の翻訳権をめぐっていくつかの 出版社からの発刊にまたがる結果となっている。1980年、フロリダ大学でジャーナリズムを専攻として卒業するが、その専攻のきっかけは、在学中にレイモンド・キャンドラーの小説に出会い、作家となる決意をしたためという。卒業後は、フロリダで新聞記者となり、複数の新聞において、主として警察及び犯罪事件を担当する。当時、 南フロリダ地区は、いわゆるコカイン戦争の真っ只中であり、コナリーはその犯罪と警察について記事を書き続けた。1985から6年、コナリーは他の記者2名と共に、デルタ航空191便墜落事故からの生還者たちにインタビューを行い、このレポートは雑誌に発表され、また、ピューリザー症候補にも押された。この報道により、コナリーは、 ジャーナリストとしての地位を高め、ロサンゼルスタイムス社の犯罪担当記者となり、大学生時代に憧れたチャンドラーが描いた街に、赴くこととなった。ロサンゼルスで3年間の犯罪記者経験の後、ロサンゼルス市警察の刑事ヒエロニムス・ボッシュを主人公とした小説を書き始める。1992年、シリーズ第一作となる、ザ・ブラック・エコーを発表。実際に、 ロサンゼルスで起きた事件を一部に題材として描いた本作は初版わずか1万5千部しかも全米で一切新聞広告の露出がなかったにもかかわらず各書評で非常に高い評価を得てさらには同年度アメリカ探偵作家クラブのエドガー賞諸女長編賞を獲得したコナリーの小説は現在までに十五カ国で翻訳されている二千三から二千四年には アメリカ探偵作家クラブの会長を務めた。現在は、夫人、マナ娘と共に、フロリダ在住。FOX で放送されている、キャッスルミステリー作家は、事件が、お好きにて、主人公の大先輩として、デニスルヘーンと共に、亀を出演している。ハリー・ボッシュシリーズに基づいて、テレビドラマ化された、ボッシュ。ボッシュでは、プロデューサーを務め、複数のエピソードの脚本を書いている。 登場人物 HB、刑事ハリー・ボッシュ、メガヘルツ、弁護士ミッキー・ハラー、JM、記者ジャック・マカボイ、RW、FBI 捜査官、レイチェル・ウォーリング、TM、元 FBI 捜査官、テリー・マッケー・レブ、CB、キャシー・ブラック、HP、ヘンリー・ピアス、RB、女性刑事、レネー・バラード・なお、暗くクなる夜では、デビュー50年の節目にあって、2004年度、 エドガー賞長編賞の受賞は本命視されていたが、作者自身が主催の MWA の会長職の立場にあったことを理由にノミネートを辞退している。ちなみに、本賞受賞に関しては、上記2004年度のほか、1999年、我が心臓の痛み、2003年、シティオブボーンズ、2006年、リンカーン弁護士が受賞候補としてノミネートされた。ありがとうございます。